こんにちは。では、続き。シークレットの5問目。チャーチ。メタ。ウェイト終わりなので、あれ？無理じゃん。無理だな。縦に3ラインって作れないもんね。あー、なるほどね。だから一つだけ H を作っておいて、それを上に一回押し上げてっていうようなステップが必要だ。どっちがいいのか。H を一つだけ切り出して、それをここに配置した上で、残りの CH の H 側で上に押し上げる。というやつはまずわかる。できるとは言ってない。なんだこの狭いエリアは。CH。これ辛いのかな？あ、いい。よくない。ここでよ。一旦あそこ離れて、どうなんだろう。この H がここで離れて、あの H が上に一個行ってもいいや。こう言ってもいいや。で、この H をこっちに置いてから、こっちの H でこう押してから、こう上げる。よし。あとは、この形で、ベリベリグッド。OK。簡単。こういうステージが好きなんです、僕は。頭で考えて、これしかないじゃん、どうしようっていうのをやっていくのが好き。もう、正解のゴールの形が見えないステージは、不安になるから嫌。ヘリウムマズ、ヘリウムマズ、キャノニザイ、キャノナイズドバイ、ポップ、ピース、セブン。何？キャノンナイズ、大砲の、として使われたのかな、このポップパイス、7世によって。コンバイン。エタン。C2H6 を作るのが自然というか、それしかできなさそう。なんですが、まためんどくさい C の相手をしなければならぬ。めんどくさいですね。C はね、なんかどこに置いてても別にいいんですよ。勝手にくっついて戻ってきてくれるから。まあでもちゃんと考えないといけないね。自分が切り離されれば、そこの位置助ければ終わってた。なんか今の挙動を、そこの位置を先に助けてからやってたら、なんかもう、いい感じになってるのかなって思った。いい感じのところに置くというのが結構難しいのかな。なるほど、それできちゃったね。ちょっと邪魔なところにいますね、これ。
作れちゃったけど、作っていいとは言っていない。で、この HH、切り離しができないせいで、向こう側の切り離し装置が使えなくなっちゃったせいで、この HH しか取り外せなくて積んでいる。なるほど。くっつきすぎた。まずこの、なんか嫌なところにいる子はみんな出してみて、で、この子あたりからもうなんか、もうなんかって感じでしょ。あんまりここに詰めるのも良くないですね。それ以降のこの挙動が怪しくなるから。ですよね。なんか最初が一番うまくいっちゃった。この捨てられないエリアに H が入っちゃうと、すごく使いづらくなっちゃう。相方の C が一番下にいる件。だけど、この、組み込まれてしまった私は、あの C を取りに行くことができない。今ので C が上にいたらよかったじゃんとかっていう、こう何回、毎回なんか、この時これがここにあったらよかったな、というのをかましていくんですけど。ついてるとこの C って離脱できるのかな。まっすぐの棒だと離脱できないでしょ。どっちも同じか。今の感じで上にいようとも離脱できないし、一旦くっついちゃったらこの C の子がくっつく腕が効果を失うまではずっとその形を保ってしまうですね。いや、そうでもないな。ここで C 分かれることができるが、今回 H の準備を何もしてなかったので、なんか救えるものも救えないような感じです。見るからに。でも H を救うということはすなわち、置いちゃうっていう話を。めちゃくちゃにやってるね。なんか方向性が定まっていない。 C がどうとでもくっついちゃうんです。で、 H のスタート位置の居場所的にとても使いづらいので、角にいる子は出したいですというような考え方はあるけど、結局最後に CH3 を作らねばならぬ。C に H がくっついて、この形だとこっちで外すとそうなる。下がないか。H の下のやつがいなくなってる。ああ、これ結構良くないのかな、これ。自分がここから外れられない。自分が外れないと、右下の H を
救いに行くことはできない。困ったな。やはり準備不足。やはり準備不足が今回の敗因。もうですね。いやー、めんどくせえとこが来たな、また。めんどくせえ感じになったな。H をなんとかしたい。対象だから対象系に動かしてみるか。わかんないけど。で、この H を救ってロッカーに置いておく。置いておくついでに、ここはまずいのか。ちょっとこれをこうしたのがまずかった。えい。これも自分が剥がれないっていうスタイルが確立したから終わったな。自分が離れられる位置というか、自分は極力 C とは関わりたくないんですよ。自分が関わらずに他の子たちでもう何とかしてよっていう状態を作りたい。ここでくっついたら、なんかでもいい雰囲気出てる。この二人が位置入れ替わったらクリアじゃね？雰囲気出てる、雰囲気。できないかもしれない。ちょうど邪魔なんだよね。ちょうどお互い邪魔するんだね。この位置関係でやっていればどっちでもそうなるわない。まだこの小さいうちに、これ、この H が、取れない。押せないし、また押しそうな状態になっちゃった。自分が抜け出せればな。自分が抜け出せればなんだけど、両端に H が入っちまうと自分は抜け出すことができなくなりました。これは C の入れ替えしかしていなくて、右側はここにあるこの H を飛び外さない限りはどうしようもない。いい感じの動き方できてたんだけど、途中で腐りましたね。今どうやってた？なんか対象系だから対象に動いと
ったらええやんけ理論だったんだよね。割と使える。対象なら対象でいい理論。で、ここでお互い押しちゃったんだけど、対象だったらこの位置どうするっていう、ここでどうする問題。で、こうしちゃったことによってお互いの位置は逆だよねっていうのができちゃったのよね。これ H 別に取らなくてよかったのではという考え。この小さな物体を、この物体を持っていくのですが、こちらは、なるほどね。なるほどなのかなと、これは、例えられなかった。いや、まあ、こうなんだけど、例えばこうなると、救えそうな感じになるのか。H がそこにいて、あ、これも動かないや。は。そうですか。くっつくのは早かったと。これくっつくのは早くて、ここにセットされてて、こうなって、こうなって、こう。よし、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 よし。Sunlight kills oxygen. That's why no one can live in the Sahara. 日光は酸素を殺してしまうのだ。だから砂漠では生きることができない。え、そうなの？そうなの？酸素って壊れるんだ。日光程度で。インターフェレンス、いきます。ここはじゃあ、プラスのエクストラっていう感じだね。ノーマルのエクストラクリアした、プラスと、ノーマルクリアした、カイジョ君クリアした、だから、プラスやって、回転やって、あとはその複合系か。C に、違う。多重結合できるから、CN が三重結合しての OH。もしくは、CN 二重結合からの、いや、それはないか。いや、あるな。CN 二重結合からの C と O 二重結合からの NH っていうのもある。だから、よくわかんないってこと。だけど、くっついたら離れられないから、離れられないから、気をつけてね。H は少なくとも今の話どこだったらよかった ?H は N とくっつくんだったら都合がよかった。で、ダメだ。一重結合が一番最初にくっつくのはまずい気がするな。でも、私がくっつきに行くしかないではないか。じゃあ H を、ちょっと待って、一回やらせてくれ。これはダメなんだよね。これでくっついたら、うまくいかんでしょ。H は SC8 はダメで、N とだったらいい。これはいいかもですね。次に、N と C なんです。で、これはこれで良い。で、最後そこの二人くっつけて、プラスに行けるようにしたくて、で、それをしたいんだったら、O は、上にいた方が良くなかったですかね。C、O、つながって、プラスを通過することができるのって、上ではないな。無理じゃん、無理じゃん。この形でもう無理じゃん。みんな縦になっちまえばいいんじゃないのか？
さて。で、この王を上に上げる方法が欲しかったわね。王と C がくっついたら、ここでガッチャンってやって二重結合できて終わり。王を上に上げる方法ってなかったのでしょうか。H と N が横に繋がっちゃった時点で、H と N が横に繋がっちゃった。けど、残りの二人が縦に並んでれば、いけるので、H と N が横に繋がっちゃ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 ったら、O に対して、素直に H を CN に行った方がいいのかな。もうちょっとやらして。HN が縦になったら、ほぼ上に上げることができない。その時点でもう辛いんだよね、これ、多分。HO 行くか。HO になったら、O に C をくっつけて、C と N がくっついて、二重結合なんだけど、C と N を先に減らしてあげれれば勝てるやつなんだが、これを下に持っていくのは、できるか。難しいこと考えない方がいいんじゃないのかな。A male ducks atoms have a different spin than a female ducks。 オスのアヒルの原子は、メスよりもスピンの形が違うものがあるよ。へぇ。ガーズ。C が二重、二重、二重？CH2 真ん中にブリッジの C っていう感じかなぁ。でもプラスは下にあるんだよね。だから、C3つとっとと揃えたいよねという気持ちはわかります。気持ちはわかるんですが、ちょっと一回グッとこらえてもらって。言うてでも C を縦に連れていくのも難しいのか？これ。例えばこうしてみようと。結合はどうとでも取れるから。左上の位置が終わった臭いんだよな、これ。考え方そのものは別に合ってるんだけど、配置の問題だね。作るべきものはまあ、いいでしょう、と。あー、ちょっと待てよ。メタンと C のみっていうダブルで作る可能性もある。あるか？ないかな。ないかも。両端に C があるから、自分がメタになったら両端の C 動かせないし、他の C で作るんだとしたら、その C に自分がくっつきに行かないと動かせないから、ないかな？ないな。端っこ、下にある H はまだ多少融通効きそうなのですよね。だから上にいる H ほど、早めに、何とかしてあげたい存在。この C 誰が取れるんですかと。つら、つら。
でも下で取ることは厳しいよね。そう、私が、いや、あの C はまだ取ることができる。をずらすみたいな処理をするべきなのか、これ。OK, OK, OK. OK. When cool to a solid oxygen turns pink. 酸素の固体はピンク色。26分。もうちょっといけるかな？ウィグル。混合パターンだね。作るべきは、作るべきは何かな？ NC の30。CC が結合。なんか嫌な予感がするこのステージ。結合と分解が存在するステージはすごく苦い記憶がある。終わりましたか？やってると終わるな。プラスを通れば通るほど、いや、そういうわけでもないか。三つくっつくという状況が発生するのがすごく嫌だ。嫌なんだけど、これもうみんなくっつくやつらばっかりだから、そんなこと言ってらんないんだよね。なんかくっつくけど頑張ってくれよっていうやつや。せめてこの NC を もうどうにもならないでしょ。これやばい、このステージはやばい、やばい気がします。移動するたんびに状況が変わるからやばいと思います。もうわからん。一旦 NC っていうのがあってもいいよ。で、この C とあの C が繋がるんだけど、あの C あんなところにあるね。で、結合するべきポイントが全部今埋められちゃってるから、これ動けなくなったね。動けなくなったね。NC こんなに行くべきではなかったかな。NC をガンガン強くしちゃったせいで、くっつくことができなくなって、C そこに置くんかいというのがあるけど、C を置かないと今、他の動きが取れないので仕方なくやる。で、次 NC を強化せずに、こう通過すると、左上の C を取りに行くような動き方ができる可能性がない。一人にならないとあそこ行けないや。一人になるためには、自分が一人になるためには、このいらない N たちを、もう、ここ通るたびに強化されるの嫌だ。これはうまくいかないですね。嫌なステージだ。出てきた。嫌なステージ出てきた。初手。左か上か右。左に行くと、
左はないです。右。一人になれる。ちょっと、パス。上。こうなっちゃって。まだなんとかいろいろできる。さっきの右ルートが孤立した後に、じゃあ、A とくっつくか C とくっつくか。そんなのわかんない。C とくっついた場合、押すか、引くか、下がるか。CC が強くなるメリットって何かありましたっけ？自分が、このシート剥がれにくくなるっていうことは、自分がこの横向き2になっちゃうってことだから、これはデメリットだと思うんですよ。自分にくっつくものはできるだけこの結合は少なくしたいが。それ以外はあまりくっつけたくないものではあれば、結合が強くなってもいい。NC。NC に対して CN でくっつけることができるとクリアだけど、お？いけるかもしれんな。NC になって強くなってプラス、よっしゃー、よかった。 Several American states have banned triple bonds between atoms。 三重結合を禁止していたアメリカの州があります。 But this is under review by the Supreme Court。 上の州、州なんだろう、コートってなんだっけ、州だっけの指示によるものなのです。なんかよくわからん。なんか歴史的ななんかあるんですね。ラワー。ラワー。HON に O の二重結合がくっついて、あとは OH。それ以外は？それ以外可能なものは？まあそれぐらいしかないかな。N に直接 H がくっつくっていう方法は無理かな。うん。OH と NO の二重結合。で、俺が N なんだ。わしが N ですか。NO 強化で、ここに OH なんだけど、もちろん入ったら出られない、というかこの L 字になったらこのスペースを出ることはできないから、 H と O を先にどっかに出合わしといてみたいなのをやる方が良かったのかもしれん。 HO なんかもう連れてきてみて、あー、そうか、なるほど、ここそうなるか、ここそういうとこだな、あらら、H を置いとくのができないよね、この地形は。二重結合している物体を配置しておくということはできるので、むしろ O だったら置きっぱなしっていうことはやれるかもしれん。ワン、ツーで、これはできるんですよね。で、す、が、O を置いたら、あんなところに O を置いたら、あの O はもう取れないから、あいつ二重結合することはできないんだよね。だから、あいつと H がくっついて、そして、そこに、私めが入っていくということになるんですが、無理だよ。H を連れて行って、ここでもう切ることできないんだから。切ることできない？本当かな？ H が、切ることはできるね。これであとは、
強い NO が入れば勝てる。あ、すごい綺麗にはまったね今回。カエシウムオキサイドイズザバウンシエストコンパウンドノーントゥーサイエンスアンドウルメイクエクステントトランポリンズイフノットフォーザプロヒビティブコストだそうです。バウンシエストコンパウンド弾む？そういうことか。カエジウムオキサイドというのは弾力がものすごいからトランポリンに使うことができているよってことかな。では、これにて、半分か。エクストラステージの半分を消化することができたよということで。じゃあ、今回はここまで。で、次回は、後半戦です。なんか今みたいにサクッといけりゃいいんだけど、本当に、ちょっと後半ステージだってさ、なんか、サイズが違くない？左と比べて、右の方、すごく領域がでかくないですか？頑張りましょう。お疲れ様でした。